SAP 2025年問題の対応として、エンハンスメントパッケージ EHP のアップグレードによる保守延命をご検討されているお客様に向けて、パナヤの革新的な影響分析ソリューションをご紹介いたします。2006年の会社設立以来、革新的な影響分析機能はグローバルで9000以上の ECC や S4PANA パナヤの影響分析の特徴は48時間以内に結果を取得できなおかつブラックボックスである修正箇所を明らかにしますまた30%から50%のテストコース削減をもたらすパナヤスマートテストプラットフォームは パナヤ独自の影響分析によるテストカバレッジの絞り込みからビジネスユーザーでも簡単に利用できテストに関わる全ての方がメリットを受けられるように様々な機能が搭載されています。継続的にパナヤをご利用いただいているお客様はノーコードによるテスト自動化も取り組まれており回帰テストでは自動化によるテスト効率化だけでなく影響分析を利用して テスト漏れがないかも確認することができます。では、パナヤがどのように EHP アップグレードにおいてデジタル変革をご支援するかを説明させていただきます。パナヤを利用せずに EHP アップグレードを行う最大の課題はコスト増です。弊社にお問い合わせいただくお客様の多くは過去に EHP アップグレードの見積もりを行っており、 2025年以降の延命のためのアップグレードで、これほどコストが必要なのかと驚いているケースがほとんどです。なぜパナヤを利用しないと高額な見積もりになるかをご説明します。EHP のアップグレードの修正箇所はブラックボックス化しており、影響調査に多大な工数と時間を要します。また、 SAP 標準ツールの分析精度が低いため大幅にリスクを積んだ工数見積もりを行わざるをませんまた実行フェーズにおいても大きなリスクを含んでいますアセスメント時点からの変更や想定外の障害によるテスト工数の増大がスケジュール遅延を招く可能性が高いからです パナヤなしでの EHP アップグレードを一言で言えば完全なる人海戦術と言えるでしょう。ではパナヤを利用するとどのような課題が解決されるかをご説明いたします。まずは48時間で ERP システムのホワイトボックス化を行います。パナヤ独自分析による見積もり精度向上。 および、第三者的な見積もり根拠の基準を設定可能にします。また実行フェーズにおいては、修正箇所の具体的な回収方法を提示するだけでなく、進捗管理、修正漏れの指摘、プロジェクト中の本番システムの変更を加味した差分分析等、 修正漏れがないようにプロジェクトを支援します。また、アップグレードで影響を受けるテスト範囲を明確に提示いたしますので、大幅なテストコースの削減をもたらします。最後に、テストフェーズにおいてパネやスマートテストプラットフォームをご利用いただくことによって、テスト管理標準化、生産性向上だけでなく、 テストナレッジをユーザーの資産として蓄積することができ、将来の回帰テストや S4 派内工事にテスト資産を再利用することができます。日本国内で数百の EHP アップグレードですでに利用され、大幅なコス,コストとリスクを削減をもたらしている、パネヤソリューションの無料診断のご案内をさせていただきます。 無償診断はお客様の SAP システム情報をパネやクラウドにアップロードしていただき、お申し込みいただいてから2週間後には無償診断レポートをご提供いたします。この無償診断レポートにはパネやなしでは取得できない影響分析情報やテスト範囲情報も含まれており、 通常、弊社、パートナー様は、この無償診断レポートをベースに EHP アップグレードの見積もりを行っております。下記サイトより無償診断のお申し込みがウェブベースで可能となっております。最後に、パネ屋のウェブサイトよりお客様事例がダウンロードできますので、ぜひご利用ください。 ご視聴ありがとうございました。